ジョルジュ・ナゲルマ・ケールス・オリエント・エクスプレス1883から1914ジョルジュ・ナゲルマ・ケールス、全名ジョルジュ・ランベール・カジミール・ナゲルマ・ケールスは、ベルギー出身の実業家で国際信頼者会社の創業者である。ジョルジュ・ナゲルマ・ケールスは1845年6月24日、ベルギーのリエージュで生まれた。聖火のナゲルマ・ケールス家は銀行業をはじめとする実業家や、 政治家を多く輩出してきた名家であり、父エドモン・ナゲルマ・ケールスは王室の顧問相談役も務めていた。母・ウジェニーもまた名門の出身であった。ジョルジュ・ナゲルマ・ケールスは1863年にリエージュ大学に入学し、一般産業技師養成コースを専攻した。プロジェクトの企画立案という科目で特に優秀な成績を収めている。1867年。 投げるマケールスはアメリカ合衆国への旅に出た。きっかけは失恋であった。当時、投げるマケールスは年上の重視と交際し、結婚を考えていたが、父親や親族に反対され、諦めざるを得なかった。12月14日、彼はキュナードラインの帰船、スコシアで出国し、年末にニューヨークに到着した。そこからバッファロー、フィラデルフィア、バルティモア、 ワシントン DC、アトランタ、ニューオーリンズ、シカゴ、デンバー、サンフランシスコなどを巡った。当時のアメリカでは大陸横断鉄道が完成に近づいており、鉄道への関心が高まっていた。またこの頃には、ジョージ・プルマンの製作した寝台車や食堂車が普及を始めており、ナゲルマケールスもこれらを利用して、その快適性に感心した。こうした車両は、 ヨーロッパにはまだ存在していなかった。ナゲル・マケールスは1869年春にベルギーに帰国した。その後一族の経営する炭鉱など3つの会社の役員を務める傍ら、プルマンの事業にヒントを得た信頼者、食堂者事業の構想を練っていた。1870年4月20日、彼は大陸の鉄道への信頼者の導入計画と題したパンフレットを発行した。 この中では、当時のプルバンの寝台車が開放式寝台を備えていたのに対し、ナゲルマケールスの計画では、コンパートメント式の信頼を提案している。アメリカと比べ個人主義的傾向の強い、ヨーロッパ人には、この方が受け入れられやすいと考えたものである。また、各車両に、車内サービス係を置き、これを列車の運行を行う、鉄道会社ではなく、 新大車を保有する会社の所属とすることも計画していた。1870年6月には、ナゲルマケールスはパリに赴き、北部鉄道や東部鉄道との交渉を始めた。同時に銀行などからの資金調達の準備も進めていた。しかし7月15日に、不屈戦争が勃発したことで、こうした交渉はすべてキャンセルされてしまった。戦争終結後、 ナゲル・マケールスは事業開始に向けた交渉を再開した。この時は父親を通じて、ベルギー国王レオポルド2世の仲介を得て、オーステンでブリンディ時間をブレンナー峠経由で結ぶ郵便列車マルデ・インデスに、新台車を連結させる権利を獲得した。ところが1871年9月17日に、フレジュス鉄道トンネルが開通したことで、マルデ・インデスは廃止されてしまい、 新大車運行は実現には至らなかった。ナゲルマケールスと万1872年にはナゲルマケールスはパリウィーン間で新大車の運行契約を結ぶことに成功した。10月1日にはリエージュで国際新大車会社を設立し、10月中に新大車の試験的な運行が始まった。その後もオーステンでケルン間などの契約が 結ばれたが、急速な事業拡大に必要な資金が不足するようになった。そこで、ナゲルマ・ケールスは、ロンドン在住のアメリカ人、ウィリアム・ダルトンマンと提携することにした。マンはアメリカで、ブドワール社と呼ばれるコンパート式信頼社を製造していたが、プルマンとの競争に敗れて、イギリスに渡り、マン・ブドワール信頼社会社を設立して、ヨーロッパでの事業展開を目論んでいた。 1873年1月4日、国際信頼者会社はマンブドワール信頼者会社に吸収される形で合併した。この会社では社長のマンが財務を担当する一方で、鉄道会社との交渉は実績のあるナゲルマケールスが担当していた。しかし1875年頃になると、プルマン社が大陸ヨーロッパへの進出を本格化させる一方で、マンは事業への熱意を失い、 社長職をナゲルマケールスに譲ってアメリカに帰国した。ナゲルマケールスは1876年12月4日、ブリュッセルで国際信頼者会社を設立して満社の事業を引き継いだ。新会社にはナゲルマケールスの父や国王レオポルド2世も出資していた。国際信頼者会社は1883年にオリエント急行の運転を始め、 その後もフランス領リビエラへの列車やローマ急行、南急行、北急行、シベリア横断急行などの列車を誕生させた。1900年のパリ万国博覧会では、シベリア横断急行の旅を再現したパノラマを制作し話題となった。1886年頃には、ナゲルマケールスは、パリ郊外のセーヌイコールエイコールオワーズ兼、ビルプルーに土地を買って、館を築いた。 1901年の国際信頼者会社のポスター、一方、ナゲルマケールスの発案により、国際信頼者会社は、子会社を通じて、ホテル事業にも進出し、各地に豪華ホテルを建設したが、これらの経営は赤字であった。創業以来の幹部であるナポレオン・シュレーダーなどは、ホテル業に反対していたが、ナゲルマケールスは耳を貸さなかった。また、 パリ万博の鉄道以外のパビリオンや飲食店、万博を機に行った不動産賃貸なども赤字であった。こうした状況の中、会社は1900年12月14日の取締役会において組織改革を行った。ナゲルマ・ケルスは社長に泊まるものの、実務はブリュッセルのナポレオン・シュレーダーとパリのカミー・ユ・シュファールの二人の取締役が地域別に担うようになった。 1905年7月10日、ナゲルマケールスはビルプルーの館で死去した。葬儀は7月13日に行われ、その後故郷リエージュ近くのアングルールにある一族の墓地に葬られた。ナゲルマケールスはマルグリット・メルメと結婚し、1878年に長男ルネが誕生した。ルネ・ナゲルマケールスは国際信頼者会社の取締役となり、カレーパリ、 地中海急行への新型高生客車の導入などの事業を手掛けた。また1903年には、プルマン社英国法人の社長でありこの年から、国際信頼者会社の取締役も兼ねるようになった、デイビソン・ナルジールの長女ネリーと結婚している。スポーツ情報サイト sports-reference.com によれば、ジョルジュ・ナゲルマ・ケールスは1900年の、 パリオリンピックにおいて馬術の4頭立馬車の種目で優勝した。ただし、このような種目が行われたこと自体が1996年まで忘れ去られていた。またパリオリンピックは万博の一部として行われており、この期間に行われたスポーツイベント、ベルギーオリンピック委員会は投げるマケルスをメダリストとしては記録していない。ありがとうございます。